鹿児島県徳之島にある一周3 1トルのコース、久子ロードに立つ石碑。高橋直子は日本の元陸上競技選手。岐阜県岐阜市出身。血液型大型。2000年シドニーオリンピック金メダリスト。女子マラソンの元世界記録保持者。女子スポーツ界で初の国民栄誉賞を受賞。愛称は9ちゃん。現在は スポーツキャスター、マラソン解説者などで活躍している。岐阜県出身。1972年5月6日、父親、母親ともに教育者の家庭に、2人兄弟の妹として生まれる。2歳まで母の実家のある高山市で過ごした後、岐阜市に移る。中学から陸上競技をはじめ、岐阜市立、愛川あずま中学校、岐阜県立岐阜商業高等学校。 大阪学院大学小学部を卒業。県立岐阜商業高校時代は800メートルの選手で県大会で岐阜県1位であったが全国インターハイでは予選で敗退となった。高校2年生の時に初めて岐阜県代表に選ばれて全国都道府県対抗女子駅伝に出場した。その時の区間順位は47人中45位であった。 大阪学院大学時代は日本学生種目別選手権の1500メートルで優勝して全国で初タイトル獲得。関西インカレでは中距離2種目で優勝して女子最優秀選手に選出された年もあるなど800メートル、1500メートル、3000メートルの3種目で何度も優勝した。学生日本一を決める大会の日本インカレでは1993年。 1500メートルで2位、3000メートルで3位、1994年も1500メートルで2位、3000メートルで3位と、両親目とも2年連続で同じ順位となり、表彰台には上がった。しかし、この4年間で高校時代の全国インターハイに出場できるレベルの選手から学生トップクラスの選手になるまでに成長していた。また、高橋は、 大阪学院大学陸上競技部で初めて日本インからの表彰台に上がった選手である。全日本大学女子駅伝、全国都道府県対抗女子駅伝などでも活躍した。在学中、教師になるために母校、県立岐阜商業高校で教育実習を受けていたが、陸上を継続したい気持ちも強くあった。実業団数社からの勧誘もあり、 大学卒業後の自分の進路について悩むことになる。陸上を続けるなら、勧誘されていた企業ではなかったが、小出吉尾監督率いるリクルートの門をなぜ叩かないのかと、高校時代の恩師、県立岐阜商業監督、中澤商人から助言を受ける。大阪学院大学の監督の計らいで、富山インターハイの折に、金沢市内に泊まっていた小出監督と面接した。 社の方針で、大卒は採用していないと、一度は断られたが、高橋の熱意が届き、夏のリクルート、北海道合宿に参加できることになった。その合宿で、高橋の走りを見た小出は一目で素質を見抜き、正社員ではなく、契約社員という条件ではあるものの、リクルートに入社することになった。1995年リクルートに入社。有森祐子、鈴木宏美。 清水道子、井原嵐美希など日本代表クラスの選手をずらりと揃えていたリクルートチームで駅伝メンバー入りすることが最初の目標であったが入社1年目から駅伝メンバー入りすることができた。1997年1月26日の大阪国際女子マラソンを初マラソンの舞台とする。この時、小出は各種メディアに 有森二世と一押しの選手として紹介していた。しかし中間点を過ぎた後、戦闘争いから脱落してペースダウンとなり、初マラソンは2時間31分32秒の記録で7位に終わる。1997年4月、小出がリクルートを離れ積水化学へと移籍する。これに伴い、チームメンバーと共に積水化学へと移籍することになった。 1997年8月の世界陸上選手権アテネ大会の女子5000メートルの代表に選出され出場。予選レースを通過するも決勝レースの順位は13位だった。また、この世界陸上選手権アテネ大会で高橋が練習パートナーを務めていた先輩の鈴木博美が女子マラソンで優勝した。これを沿道で応援していた高橋は、 鈴木の優勝を喜び感激する。この大会を契機として本格的にマラソンランナーへの道を歩んでいくことになる。1998年3月8日の名古屋国際女子マラソンでは3 0トル地点まではスローペースの先頭集団に目立たない位置でついていた。その後3 0トルを過ぎてから小出のここから行けの合図に猛烈なスパートを開始。 30から 40km を32分27秒、残り 2.195km を7分10秒で走り、ゴールタイムは2時間25分48秒の日本、最高記録をマークした。マラソン初優勝を果たした。1998年5月の IAF グランプリ大阪大会の女子 5000m で優勝。 IAAF 国際グランプリシリーズでの優勝は日本女子選手では初めてのことであった。1998年12月6日のバンコクアジア大会女子マラソンは最高気温30度を超す高温脱出のレースとなった。スタート直後から一人飛び出した高橋は 5km ラップを16分台のスプリットで刻むハイペースで突っ走り中間点を1時間9分15秒で通過。 30km までは世界記録を更新するペースで進んでいた。30km 以降は17分台のスプリットに落ちたものの、独走状態で2位とは13分以上の差をつけ、ゴール時気温32度、湿度90%の最悪な条件の中、2時間21分47秒のアジア最高記録で優勝。自身の持つ日本最高記録を4分以上も更新して、 世界最高記録まで1分というところまで縮めた。また、女子マラソンはアジア大会で初めての開催種目だったので、その後の日本選手の士気を高めて金メダルを量産する原動力となった。そして、高橋は一躍2000年シドニーオリンピック女子マラソンの金メダル最有力候補として世界から注目を集めることとなる。 1999年8月29日のセビリア世界陸上の女子マラソン代表に選ばれていたがレース直前に左膝を痛めたため欠場。その後も10月に左腕を骨折したり、翌2月には食あたりによる腹痛を起こして入院するなどアクシデントが続いた。2000年3月12日、五輪最終戦公開となった名古屋国際女子マラソンに出場。 体調は万全ではなかった。前半1時間12分40秒とやや遅いペースで中間点を通過すると間もなくして 22.5km 過ぎで先頭集団から自ら抜け出して一気にペースアップ。後半1時間9分39秒で駆け抜け、2時間22分19秒の大会新記録で優勝。これによりシドニー五輪代表の座を獲得している。 2000年7月2日、シドニー五輪女子マラソンへ向けて調整の一環として札幌国際ハーフマラソンに出場、女子の部において1時間9分10秒で優勝した。2000年9月24日のシドニー五輪女子マラソンでは、1 8トル付近で戦闘集団を抜け出しスパート、一気に集団がばらける。その後2 6トルあたりからリディア・シモンと激しく、 デッドヒートを演じるが 34km 過ぎでかけていたサングラスを沿道の父親に投げ飛ばしたと同時にスパートをかけてシモンを突き放した。スタジアムのトラックでシモンに追い上げを受けるもそのまま逃げ切り日本陸上回避団の優勝ゴールテープを切った。高橋の 18km から常にレースを引っ張る走りはゴール後の笑顔とともに 世界のマラソンファンに強い印象を与えた。五輪での金メダル獲得は日本陸上界64年ぶりであるとともに日本女子陸上界においては史上初であった。またゴールタイムの2時間23分14秒はジョーンベノイトがロサンゼルス五輪でマークしたタイムを16年ぶりに更新する五輪最高記録である。これらの功績により同年十月三十日に 国民栄誉賞を授与された。2001年9月30日のベルリンマラソンでは、女子初の2時間20分突破となる2時間19分46秒の世界最高記録で優勝。全世界記録保持者は、テグラ・ロルーペの2時間20分43秒で1分近くの更新であった。高橋の世界記録樹立での優勝は、 女子初のサブ20達成での歴史的事象であると、共に日本女子マラソンが初めて世界記録を更新した瞬間でもあった。高橋は女子マラソン世界記録を更新したただ一人の日本人選手である。また、女子マラソン世界記録保持者が五輪金メダルを獲得した選手としては、アメリカのジョーン・ベノイト・ノミールが五輪金メダリストとして、 女子マラソンの世界記録を更新した選手は高橋のみである。2002年9月29日のベルリンマラソンにも出場。このレースは通常より1ヶ月間短いマラソン練習で臨み、レース途中に足の肉差しを潰すアクシデントもあったが、2時間21分49秒の記録で2年連続優勝を果たし、フルマラソン6連覇を達成した。この試みは、 ベルリン出走からわずか1ヶ月半後の2002年11月17日の東京国際女子マラソンへの出場も睨んでいたためであった。しかし、東京のレース数日前に胸の激痛が引かないため診断した結果、肋骨の疲労骨折を起こしていることが判明し、欠場。このため、連覇を狙う五輪代表最短ギップになる2003年パリ世界。 陸上は断念することになった。2002年12月に小出が積水化学を退社。今までと同じ小出指導体制を継続するには、もろもろの事情で退社するしかなく、2003年2月に積水化学を退社することになった。2003年6月、スカイネットアジア航空と2005年5月までの2年間の所属契約を結んだ。桜アスリートクラブで引き続き、 小出の指導を受ける。2003年11月16日の東京国際女子マラソンで、翌2004年8月のアテネオリンピック女子マラソン日本代表選出を目指して出走。この時期の平均気温より約10度高い、季節外れの気温24から25度の高温と風速3から6メートルの風の舞う中、スタート直後から高橋自らが飛び出し、ハイベースでレースを展開。 中間点を過ぎてからスパート、独走状態となり完全に勝負はついたと思われたが、30km 手前からスタミナ切れを起こしたのか、急激に失速する。39km 地点でエルフェネッシュアレムに抜かれて、日本人トップの座は圧取したもののゴールタイムは2時間27分21秒で2位。6年10ヶ月ぶりに敗れ、マラソンの連勝記録も6で、ストップとなった。 その後、代表選考は、選考基準が不明瞭であるため難航することになる。代表は2004年3月15日、午後3時に、正式発表。テレビでは午後2時に、高橋落選を速報テロップで流し、ある新聞の有刊の一面では、九ちゃん五輪代表へと結果的に誤報を伝えたほど、混迷していた。選考は、コース、気象条件なども異なる東京。 大阪、名古屋の3レースの上位選手から2名を選ばなければならず、結局高橋は優勝できなかったこと、ゴールタイムやレース内容も悪かったことなどの理由で落選。五輪連覇の夢はつげた。しかし、高橋はシドニー五輪以降も世界記録を樹立するなど、毎年高いレベルの記録で優勝している実績があり、この結果は賛否両論で大きな騒動となった。 NHK や民放各局は高橋と小出監督の会見を生放送で伝え、翌日の一般誌、スポーツ紙の各新聞社は高橋落選を一面トップで伝えた。2004年5月に秋のマラソンで自己記録更新を目指しアメリカボルダーに合宿のため渡米したが、6月の練習中に転倒して胸を強打する。 その後も度重なる怪我により秋のマラソン出場は断念。さらに、同年10月には練習中に足首をひねり、右足首を骨折した。2005年5月9日、小出監督指導体制から独立することを発表。高橋と小出が二人揃っての記者会見を行った。高橋はこの時33歳であった。2005年6月、 ファイテンと2009年5月までの4年間の所属契約を結んだ。なお、同社陸上部とは別にチーム級として活動。2005年11月20日、東京国際女子マラソンに出場。アメリカボルダーから帰国後、ポイント練習で右足に痛みが走り一時全く走れない状態になったため、順天堂大学で診断した結果、軽い肉離れが三箇所あることが判明し、 全治 1>, 1ヶ月の診断が下された。医師やチームのメンバーは欠場を検討したが、高橋は何が何でも出場すると主張し、医師とチームのメンバーは痛みが悪化したらすぐ危険するのを条件に出場を決断した。当日はテーピングをしての出走となり、終盤3 5トル過ぎまでは様子を見ながら自重していたが、3 5 7トル過ぎにスパート、 二年前まさかの失速で優勝をさらわれたエルフェネッシュアレムなどを置き去りにして独走となり2時間24分39秒でゴール。二年ぶりのマラソン復帰レースを優勝で飾った。2006年11月19日、二年連続で東京国際女子マラソンに出場。31km 付近で優勝したトサレイコから遅れ、39km 地点では、 尾崎明美にもかわされ3位でのゴールとなり、翌2007年8月開催の世界陸上大阪大会女子マラソン日本代表選出は絶望的に。2008年3月9日の名古屋国際女子マラソンへ2008年北京オリンピック女子マラソン代表選出を目指して出場。しかし、レース序盤の9キロメートル手前で、早々 スローペースの戦闘集団から脱落してしまい、結局27位、ゴールタイムも2時間44分台の自己ワーストの記録となり、北京五輪代表の座を逃した。なお、名古屋のゴール後記者会見では、やっちゃいました。でもこれが私の実力ですと苦笑しながらも、前2007年の8月1日に、アメリカのボルダーで右膝関節の半月板を半分切除する。 内視鏡手術を受けたことを明かしていた。2008年3月24日に東京、大阪、名古屋の国内3大国際女子マラソンに連続で出場する意向を表明して、同年5月にアメリカボルダーに合宿のため飛べ、小さな大会ながらも優勝を重ねていて、合宿は順調との報道もされていた。しかし、練習を積み重ねていく中で、 それまでと違い大きな大会で優勝を狙う、練習メニューがこなせなくなり、プロ、高橋の走りができなくなったことなどを大きな理由として、2008年10月28日、夕方の記者会見で現役からの引退を表明。各テレビ局は引退会見を生放送で伝えた。1時間近くにわたる引退会見での高橋は終始、笑顔を見せていたが、 会見の終了直後に報道陣から大きな拍手が送られると目に涙を浮かべていた。2009年3月8日の名古屋国際女子マラソンにこれまで応援してくれたファンや関係者に感謝する意味を込めてありがとうランとして一般参加で出場。沿道の観客に笑顔を浮かべ手を振りながら走り続け2時間52分23秒のタイムで完走した。ゴール後。 かつてのライバルだったリディア・シモンが近づいてきて、抱擁し合い、日本の現役選手からは花束を贈られ、長年の功績へのねぎらいを受けた。また大会組織委員会からは、特別功労者表彰され感謝状が贈られた。現在は、日本陸上競技連盟理事、スポーツキャスター、マラソン解説者、中日新聞社客員、大阪学院大学特任教授、 ジャイカオフィシャルサポーター。観光庁ランナーズインフォメーション研究所所長。各地で陸上教室の開催やジョガーとしてマラソン大会に参加、ウェブ上でもランニングスクールの講師を務めている。また、2010年春から北海道伊達市で野口北湯沢ファーム内にあるキューちゃんファームで野菜作りにも取り組んでいる。また、子供たちに笑顔のシューズを贈ろうを合言葉に、 子供たちのサイズに合わなくなった中古のシューズを集めて、裸足や裸足に近い状態での生活を余儀なくされている途上国の子供たちに寄贈して、寄贈した日本の子供たちには、ひまわりのためが途上国の子供たちから送られるというプロジェクト、スマイル、アフリカプロジェクトの趣旨に賛同して、フロントランナーとして参加している。2019年3月1日、 スターツコーポレーションとスポンサー契約締結とともに同社陸上競技部アドバイザー就任を発表。2019年4月24日、リクルート、積水所属時代に監督として指導を受け続けた恩師、小出義雄が肺炎により80歳で逝去。翌日の4月25日、小出監督の弔問に訪れた高橋は、今までの五霊と一緒に歩んできた思い出をお話を。 させていただきました。弱かった私を育ててくださり、オリンピックで金メダルを取れたのも、世界記録を出させていただいたのも、小出監督のおかげ。一つ一つを振り返りながら、監督とお話をさせてもらいましたと終始、憔悴しきった表情で泣きながらコメント。亡くなる1ヶ月前の2019年3月下旬に、小出が入院後、 高橋自ら小出宛へ何通りも手紙を送っていたが、その頃高橋が米国滞在中に小出から直接電話が入り、俺はもう1日2日しか持たないよと言われたという。高橋は聞いた当初は冗談だと思いつつ驚きました。監督、一体何を言ってるんですかと返したんですと振り返り、そして小出は今までいっぱい走ってきてくれてありがとう。 夢を叶えさせてくれてありがとうなと言われましたと忍びつつ、それから高橋は日本へ緊急帰国後、数回小出の入院先へ見舞いに行ったことを明かしていた。それから4日後の4月29日、小出の葬儀、告別式に高橋も参列し、監督が入院をされてから、最後に貴重なお時間をお見舞いに何度も行かせていただいたことを許してくださった。 ご家族の皆さんに感謝の思いと最後にこうやって自分で監督に手紙を読ませていただく機会をいただいたことに感謝を申し上げます。監督、今までありがとうございました。と涙を流しながら長寿を読んでいた。何も咲かない寒い日は下へ下へと根を伸ばせ、やがて大きな花が咲く、長良川の河川敷に整備された高橋直子ロード。 奥に見える橋が起点となる長れ橋。高橋直子ロードにある靴と足型のモニュメントその他各種受賞多数。ありがとうございます。